から D クラスになります。 D クラスゼッケン1番張真彩選手スタートです。さあ今スタートしていきました。ここからはクラスが変わって、D クラスになります。ゼッケン1番はですね、張真彩ひとみ選手、張真彩選手、XR 乗ってる張真彩選手の、奥さんになりますね。車両はグロム、大阪府からお越しで、雨じゃないことを祈ってますということで、おかげで祈りが通じました。昨日は雨だったんですけど、おかげさまで今日は晴れになりました。ありがとうございます。さあ、この D クラスというのは、トライジムカーナの独自のクラスになるんですけど、まあ、過去の大会で、125% を切った方っていうのが、対象になりますね。さあ、張真彩選手1ヒート目は2分21秒っていうところで、まあ、クラスタイムは余裕で出てる感じですね。ヒート目が期待されます。ゼッケン2番さん大丈夫ですか。ゼッケン2番坂本選手スタートです。さあ今スタートしていきましたので、ゼッケン2番坂本選手、車両は KSR2 です。愛媛県からお越しですね。A クラスの坂本さん、Z400 乗ってる坂本さんの奥さんになりますね。1ヒート目のタイムが、ミスコース、あーちょっとそういえば迷ってましたもんね。まあ、昼のコースウォークで、きっちり修正されたと思うので、タイムに期待しましょう。さあ今は張真彩選手がフリーセクションタイム区間を終えてきました。1ヒート目21秒なので、これは上げてきそうな感じの走りをしてますね。さあ最後のターンをしてゴール、2分19秒7です。お疲れ様です。ゼッケン3番さん大丈夫ですか。